かも始まっちゃったかも。怖いかも。え怖い怖いよ。まあホラーゲームだからしょうがないけど、うん、いや BGM がね、ちょ怖さをなくしてくれてる気がする。いやなんかめっちゃビビり散らしてるから、ちょっと一旦はね、うん、一旦はね、ちょっと可愛い感じにしようかなって思うんだけど、ありがとう。今日はね、あ、言ってもいいの？あ、いやもちろん言ってください。え、ミオさんの家に来てまーす。イエーイ。あ、家だけにね。どうぞ。え、待って、レゴがでけえよ。なんだこれ。これコーネが警備員ってこと？まあそうです。え、待って、これすごい蓄音機だ。蓄音機だ。かっこいいね。すごい。これは瓶だ。瓶だね。うん、雨降ってるね。え、なんか、え、クリスマスじゃないこれ。なんかクリスマスっぽいね。クリスマスっぽいよ。うん、おしゃれー。あ、10月か。なんかできるね。ハッピーバースデーだって。あ、10月の23日は誕生日なんだ。自分のかな。いや、どうなんだろうね。赤子？赤子。赤子かな。赤子かな。赤子っぽくない、なんかこれ。なんかちょっとね。見てほら、あらー、ウインクウインクしてる。ウインク、ほんとだー、かわいいね。ねえ、あ、7歳だって。おー、7歳の誕生日なんだ。え、いいじゃん。なんか何もないやん、他に。生活感ゼロだね。え、これ仕事行かなきゃダメなやつ。え、待って、これさ、うん、妄想。え、突然の仮説立て出した。突然。これ妄想で、なんか人が住んでる感じしないけどな。あ、寝てる。うん。あ、これはいるね、人。本当だ、寝てるね。すよすよだね。よ、あ、そっか、夜間だから、うん、みんな家族が寝静まった後に、仕事に行くのか、うん、夜勤ってことなんじゃない？そうなの？え、な、何したの今。着替えたんだ。着替えたのか。ね、怖い。大丈夫だよ。この家に幽霊はいません。今、探知機で調べました。ピーピーピー。普通です。ありがとうございます。はい。あ、すよすよですね。さっきのほら、チラズアートさんのマークが。確かに、ぬいぐるみがね。かわいいかよ。ねえ、こうやってぬいぐるみで見るとかわいいかも。うん、出社。警備員35。35歳なんだ、これ。え、待って、どこ行けばいいの？ここだ。会社にね。はい。うん。あ、誰かいた！ん？今誰かいたよ。マジ？え？監視室は右側にある。仕事を確認しよう。まだ残ってる人が、さっきいたもんね、だってね、人がね。いたね。とりあえず1階から順番に見回りして戸締まりするか。うん。わかった。部屋の奥の火災報知器を点検し、施錠する。うんうん。トイレの明かりを消す。うんうん。人がいる場合は帰らせる。おー。なるほどね。尻叩けばいいのか。それが仕事だね。はーい。ケツ叩いてこう。あ、12時。うん。よっしゃ、パーン！キーなんかまだ、あれがあるんじゃない？まだあった。ほんとだ！メモが終えるんじゃないか。ほんとだ、あった。この建物の警備員だった、おちき警護？おう。おちき警護くんと連絡が取れなくなった。うん。おそらく辞めたのだろう。これからは君に頼もうと思ってる、うん。この会社は深夜0時以降の残業は禁止というルールがあるらしい。時計と監視モニター。警備内容を確認してから見回りをしてくれ。よろしく。山本マネージャーより。おちきくんはバックレ？バックレちゃったんだ。バックレちゃったの？嫌になっちゃったん？かねえ。ダメだね。大丈夫だって。前見ねえ方が怖えだろ。以上なしです。誰かいる。いるね。ダメだよ。何してんの。ダメだよ。ああ、新人の警備員か。もうそんな時間か。明日にでも俺も部下に押し付けよう。大丈夫。ここはトイレだ。トイレもね、人がいないか確認して電気しつけ。うわー、やばい。電気消して、電気消して。やっぱり食わないで。パリクらない、左手に。なんでこんな外れたとこにあるんだよ、バカじゃねえの。なくて大丈夫。あ、よくそうなのね。電気だけ消しましょう。わかった。
それがお仕事です。ねえ、なんで奥にあんの？おかしいだろ、これおかしいだろうよ。お、あ、やったん。この音が、任務完了の音です。なんで簡単じゃん。でしょ？全然怖くない。じゃあ、上まで行くか。上？エレベーターでどんどん上に行って、この作業を全部やるんだ。何階まである？何階だったかな？下へ行く。上ですね。ねえ、12階まである美容師まあまあまあ、順番にやっていきましょうね。ねえ、どっちかにたのにかな、これ美容師。つけっぱなしなんだっつって。大丈夫だよ。大丈夫だよ。話しかけられてる。話しかけられてる。本当だ。警備員さん？電気消さないでいてもらえます？本当？じゃあ消さないで一回出ようか、じゃあね。わーった。ちゃんと確認しなきゃね。あ、女だ。女いますね。女いた。何ですか？あ、あなたってもしかして、ふーん。かっこいいですね。連絡先交換しましょう。え？連絡先教えてくれなきゃ帰れないです。絶対後悔させませんから。ふふ、連絡無視しないでくださいね。さよなら。教えたのか、まあ、帰ってくれないからね。まあね。色仕掛けか？ブロック、ブロック。ねえ、やばいんだけど。やばいだ。お前来ました。大丈夫だよ。いよ誰もいない。なんで消したんですか。あれ？え？え？電気消さないでって言ったじゃないですか。え？ちょっと待って。さっきの階の人が上に来たってこと？え？行くよ。はあ。え？え？てんてんてん。開かないってこと？開かない。あれ？あ、スルー。え、だって、だってもう一回開けてみたら？やだー！美容師！まあ今のところね、大丈夫ですよ。大丈夫大丈夫、問題なし、問題なし。でもさ、さっきの人なんでさ、ここはさっきのところだから。え？なんかある。やだー、テレビだ。見て見て。なんでー、美容師ゃー、美容師ゃー。見て見て。なんで、なんでカタカタ言ってるよ、美容師ゃー。なんでー、くっくっくっ、耳がなんか怒られてる。なんか怒られてね。うん。嫌だったねー。脅かさないでよねー。本当だよ、何？本当にねー。行っちゃうか、上に。え、何これ、何これ、何これ。ミオシャ？エレベーターから、エレベーターが、マトリョーシカってこと？何、何、何してんの？え？いないいない。あ、いないいない、ビューイ。誰かいるやん。こんにちは。今日もあなたですか？え、初日のはずでは？なんで？なんで？上司から明日の朝までにこの仕事を終わらせろと言われているんですよ。こんなで終わるわけないじゃないですか。うん。社会人がこんなに大変なんて思わなかったです。それに定時にはタイムカードを切れと言われているんですよ。納得がいかないですよ。毎日僕が残業頑張ってるのを知ってるのはあなただけです。あなたに会うと家に帰れるのでちょっと嬉しいです。ってことで帰りますね。また明日。え？どういうこと？怖い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 ！怖えよ！何？ミオシャー！一人で無理だ、絶対これ。そうだね。ミオシャー、ありがとうで。よし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 。ちょっとあれチカチカしてるの、見に行ってみようか。わかった。右の部屋は？見る。
よかったね。うん。左のトイレは？はい。入れる。入れる。でも鍵、電気ついてないからまだチェックしなくていいかもね。終わった。OK？ じゃあ、まっすぐ行った部屋に入ってみる。なんだこの部屋？今までなかったぞ。待って何この部屋、ちょっと皆さん見てこれ、あ、かわいいかわいいかわいい、無理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